ああ、これで食堂も最後か。じゃあちょっと最後に挨拶だけしていきたいな。お前のこと忘れない。挨拶だけさせてくれ。ようやく休めるのだろう。何の反応もない。そりゃしょうがないな。じゃあお前にも挨拶しとかないとな。じゃあな。ようやく休めるのだろう。何の反応もない。お前もか。まあ、しょうがないか。まあ、働き詰めだったしな。お前はどうだ？ようやく休めるのだろう。ふざけんな！迷い子たちのララバイ。よーし、チータです。今回も迷い子たちのララバイ続き実況していきたいと思います。前回は食堂の、案件をクリアしたんで、まあ、次は、待て、どうすればいいんだ？俺、お先真っ暗なんだが。まあ、とりあえず一つ心当たりあるのはトイレですね。トイレの坊ちゃん。ああ、なんだあれ。開いてる。え？なんで開いてるんだ？ちょっと待て。まずトイレだ。まずトイレで、料理長の伝言を伝えに行きましょう。めちゃくちゃ気になんな。おい。死にたい、死にたい。料理長が謝ってくるまで、俺は絶対に。お楽しみのところ悪いが、お前に話がある。そう、コック長が言ってたぜ。そうか、料理長はようやく認めたのか。ああ、骨が折れたがな。だが、おかげで収穫もあった。あの頑固な料理長相手に生きてるあんたが、なぜそこまでしてくれたんだ？あ、生きてるあんたが、そういうことね。それはな、まあ、どうしてもね、真実を知りたいんだ。いや、違う。そうじゃないな。あんたは善意でここまでしたわけじゃない。おお、見透かされてる。お前なかなかやるな。腹の内に何かを飼っているかわからない人間を、俺はごまんと見てきたからわかるんだ。お前、そんな、強キャラ感出してんのか。お前、強キャラだったのか、まさか。心底どうでもいいって思ってるだろ。だが一応礼を言っとくよ。ありがとう。俺に、こんな縄はもう必要ないさ。お、縄くれよ、それ。ちょうだいちょうだい。やった。一段落ついた。この件は終わりだ。そっか、解決したんだ。首吊りさん、何か言ってた？いや、特にないな。いや、まあ、とりあえずロープは回収しようぜ。なんか、ベランダから下に降りるっぽいしな。長くくくりつけられている。そうだ、屋敷の外も調べたいよね。ロープがあればバルコニーから出られるかもしれないよ。あ、ベランダじゃなくてバルコニーか。まあ、違いわかんねえけどな。でもこのロープほどけるかな？今ならほどけるだろうな。やってみろ。お、これで、バルコニーの下行けるようになったと。なるほど、これでいろいろ行けるようになったね。ほどけたよ。これさっき調べた時はカッチカチだったのに。本当だね、ザブングルぐらいカッチカチだったな。この縄に執着していた霊がどこかに消えてしまったからな。なるほど。別に驚くことでもないさ。はい。で、ベランダとあともう一つさっきんとこなんだよな。ここなんだっけ？おい、なんだ貴様。この子いたっけ？いやー、いなかったな、どう考えても。放っておけ。え、誰かいます？いないな。いやー、ちょっと待て。とりあえず整備させて。さて、この開いてる扉なんでしょう。ここってまず、開けれたっけ？ここなんの？あ、お風呂場か。あ、またお前か。また会ったな。ひゃ！また逃げた？逃げるの大好きだな、あいつ。また逃げられてしまった。俺はそんなに怖い顔してるのか？まあ、正直言ったら、怖い大人が近づいてきたって思っても、まあ、そう感じちゃうよな。この、無表情男。いつも通りだよ。ああ、その通り。じゃあ、とりあえずもうベランダ行くしかねえか。お前は何だ？焼け焦げた人形を、これからは何も感じない。先々に現れる焼け焦げた人形。やはり、ここには、やっぱなんかあるんだな。何なんだろう。それも気になるところ。じゃあ、ちょっとベランダ行こうか。はい、バルコニーまで来たが、ってことはさ、これこっから一人行動ってことかな？ちょっと怖いよね、それ。びくともしない頑丈な柵だ。ロープを見つけたから、ここから出られると思うんだけど、当選ボさんをなんとかしないと、ゲンさん具合悪くなっちゃうから。見える人って本当に大変だな。もうそう考えると大変だよね。でもそう、したらどうすればいいんだ？ゲンさん、私戻るよ。とりあえず、こいつの話聞こうか、もう一回。あー、いつもの曲じゃ、わしやお嬢様が一番、
得意とされるあの曲を聴きに来てるのじゃ。お嬢様の一番得意な曲がお嬢様の一番じゃ。すなわち、お嬢様の一番を好きな曲が わしの一番。なんか、めちゃくちゃ頭混乱してきた。一番だが、得意な曲だとか、お嬢様だとか、うるせえな、こいつ。わしとお嬢様の心はあの曲で繋がってるんじゃ。あの素晴らしい曲を聴かぬとは、貴様、そこに直れ。ああ、こいつがあれか。例のなんか、愛好家のディーラー的存在か。うぜえな。こいつをどうにかする方法を考えないといけないな。お嬢様とやらの一番好きな曲が、すなわち一番得意な曲か。なるほど。とりあえず楽譜を待ってこいってことだね。こいつに渡すために。でもどっか行けるとこあったか？お前何してんだ？本当に全員休んでるんだな。料理長が改心したと聞いたから、一言文句を言って謝罪させようと思ったんだが、こうも厨房が静かだと、拍子抜けするな。うん。過去に囚われてはいたが、志は同じか。いつの間にか忘れていたんだな。その強い志とやらを。ま、あんたにとってはどうでもいい話だな。わかってるよ。はいはいはい、ここはもう関係ない感じか？あいつ、そこの隅っこにいるやつよ。もう、どこにでも行けるようになったんだろ。なんで厨房に戻ってきてんだ？俺の顔、見たくねえんじゃねえのか？さあな、俺は知らない。話でもしたらどうだ？今更何を言えてんだ。君悪いぜ、たくよ。まあ、お互い幽霊だからちょっと気味悪いかもな。で、何かあるか？これ調べたっけ？パソコン、ゲインさんならわかる感じ？古い方のパソコンだ。電気のあれそれいじってきたし、あ、確かに、このパソコンも動いたりしないかな。古いからな、あんまり期待はできないが。お願いだ、ついてくれ。これ以外もうないんだ、俺には。電源のスイッチを押した。お、ついたね。よし、動いたな。手がかりあるかな？これは。何？その後の貴族について。奥様の専属医として、上白家に仕えていたが、去る6月13日、ついに私の役目が終わってしまった。これは、二見なんとかみたいな感じだよな。退職を視野に入れていたが、奥様のご逝去の影響で、上白の皆様の体調が優れないようだ。メンタル的なところから来るか、やつか。私はもう少しだけ上白家の、専属医として皆様を診察し、悲しみに寄り添っていこうと思う。二見慎太郎。そんな感じか。これで何かわかるのか？あ、上白日和、体調の不調を訴えて数日間高熱で寝込まれる。下熱後も、お体に異常はなく、沙織様の支えもあって徐々に立ち直りつつあるようだ。あらかじめ死別の覚悟ができていた模様で、精神的には落ち着いていると話してくださった。より一層ピアノの稽古に打ち込んでいるご様子。あ、これで楽譜の位置とか書き込まれてるんだよ。日和お嬢様は奥様からの遺伝が不安視されてたため、出生当初から複数回にわたり検査を繰り返してきた。幸いなことに異常は見つからず、現在も健康に問題はない。精神状態を観察しながら、今後とも検査を繰り返し遺伝の可能性を探っていく所存である。ああ、それで終わりか。で、沙織ね。沙織様は寝込んでしまったお嬢様を解放するなど悲しむ様子を見せず、キタケに振る舞っていらっしゃった。奥様に子守歌を歌って差し上げるなど、看病にも積極的に参加してくださった方だ。ああ、偉いね。頻繁に話しかけたり、会いに来る様子から奥様に懐いていたと思われる。心に負った傷は計り知れないものだが、沙織様はお嬢様の悲しみに寄り添うことを、最優先としていた。おー、やっぱ、悪い奴には思えないんだけど、なんか一人で舞台に上がったっていうのがちょっとな。幼いながらも、沙織様には尊敬の念を抱いてしまう。しかし、吐き出せない辛さがあると思われるので、心のケアを積極的に行っていきたい。なるほど。で、奥様の死後悩みがあるような素振りを見せていた。夜に眠れないと相談されていたので、睡眠薬を処方した。子供たちよりも動揺している様子がうかがえるのが悩みの原因は明白である。はあ、はあ、なるほど。しかし旦那様のご様子を見ていると、篠さんの思いが叶うことはないだろうと想像に難しくはない。入念な精神ケアが必要だと思われる。それで終わりか。
上白英氏。人が変わったようになり、精神ケアが必須のお方だ。後追いの可能性があるため、より注意する必要がある。ああ、なるほど。追ってし、自殺するって可能性もあっちゃうのか。人との交流を極限まで減らした反面、お嬢様への教育により一層熱が入っているようだ。はあはあ、なるほど。あまりの身の入れように虐待の可能性を疑ったが、暴力など振るっている様子は見受けられない。なんかね、でもね、オカルトっぽいの手出してるっぽいんだよね。お嬢様の才能を育てることで気を紛らわせているようにも思えるため、引き続き観察を続ける、所存だと。最近来日した妙な宗教団体の情報も集めているようだ。やっぱ宗教なんかカルト的なものが、やっぱあんのかな。詳細は不明だが、世界各国で医学の概念から外れた活動を行っている団体のようだ。医者の私には到底信じることのできない内容だ。根拠のない話だが、旦那様なりの精神安定方法を模索しているようにも考えられる。ああ、なるほど。確かに、そういう考えもできるな。しばらくは様子を見守ることとする。心のケアを積極的に行いたいが、安定剤を処方しても効果がないようだ。こればかりは時間が解決するのを待つしかないだろう。はあはあはあ。何のヒントも得られませんでしたって感じか。なんだか悲しいお話だったね。でも、何の手がかりにもならなそう。うん。そんな、でも、電気が使えるってことは、どっか、え?おるんだが?おるんだが?あれ、二見か?あ、なんか遅れたね。大丈夫?顔色悪いよ。いや、平気だ。気にするな。おー、ありがてえ。これか。誤算だ。私は間違っていた。気がつくのが遅すぎた。どうか気をつけて。今もまだ狙われている。え?今もまだ?やっぱり過去に何かあるのか?さてさて。ま、とりあえず、アイテムで。ん?それだけ?他になんかねえの?二見慎一郎、内戦1111。他に何もなさそうだな。え?なんだお前。え?誰?なんだ今のは。追ってみるか。あ!鍵開いたか?これ、え?お前は。ああ、可愛らしい。この子誰?写真では、多分、誰だこれ。あれかな?沙織ちゃんとかかな?敵意は感じないが、これはこれで扱いにくそうだ。多分、確かにね、何も喋ってくれねえ。お兄ちゃんは私のことがわかるの?いや、俺はお前のことは何も知らない。そっか。でも私たちのこと、助けに来たわけじゃないんだね。お兄ちゃんの顔見たらなんとなくわかるよ。お前めっちゃ見透かされるな。あの、トイレで自殺したやつにもそんなこと言われてたし、もうちょい表情を操ったらどうだ。部屋を調べさせてもらうぞ。おいおい、レディーの部屋を調べるわけにはいかねえだろ。おいおい、なんだこれ光ってんの。可愛らしい丸テーブルだ。丸テーブルの下に紙切れが落ちている。え?暗号拾っちゃった。何か拾ったの?いや、何なんだろうな、これは。どっかの地図っぽいけどね。なんだろうね、これ。私よくわかんないや、俺も。お姉ちゃん、あのね、それ私もよくわからないんだ。じゃあなんでお前の部屋に置いてあんだよ。なんだそれ。同じクラスの男の子からもらったの。でも、変な子なんだよね。あれかな?ずっと幽霊で、ひゃって逃げる子かな?可能性はあり。落書きだからお手紙じゃないと思うけど、あ、案外ラブレターかもしれないよ。月、実は月が綺麗ですねとか書かれてるかもしれないじゃん。なるほど。オッケーオッケー。他のとこも調べてみようか。開かない、壊れているのだろうか。そこはダメ。触らないでお兄ちゃん。なんで?いいじゃん。ちょっといいじゃん。じゃあちょっと、こっちで行っちゃうかな。開かない、壊れているのだろうか。あ、じゃあダメっぽいですね。ここは特になんもなし。服。女児用の帽子などがかかってる。女児用ね。はいはいはい。響きが面白いな、なんか。時計は?時計は止まってる案の定。
立派な蓄音機だ。蓄音機古いなぁ。時代が古いなぁ。棚の中にはカセットテープやレコード8センチメートルの CD などが並んでる。ああ、よくわかんねえ。懐かしいものばかりだな。レコードなど今はどこでも。あ、これ見たことあるよ。確か昔のお家で。え、あれ、どうだったっけ。私なんでこんな話を。え、どういうこと。ねえお姉ちゃん、割っちゃ嫌だよ。あんまり触らないで。使い方とか誰かに教えてもらったような気が。ん、この二人はこの館に何かしらの接点があんのか。やっぱあと、このヒカルちゃんには通じないっていうな。お姉ちゃん、ダメだよ。ヒカル、やめろ。元の場所に戻すんだ。え、うん、ごめんなさい。うん、そうそう、わかった。ヒカルちゃんにはね、通じないんだよ。ヒカルお姉ちゃんには。わかった？はい。一昔前のコンポが置いてある。コンポってなんだ？カセットも CD も対応してるようだ。音楽関係のファイルや資料、教科書、楽譜などが棚に収められている。うん、音楽関係が多いですね。あ、そうだそうだそうだ、楽譜、ここにないか？そういえば楽譜を欲しがっていた霊がいたな。そうなの？じゃあ持って行ってあげようよ。私の大切な楽譜、持って行っちゃうの？あ、これお嬢様かの可能性高いな。貸してくれるな。お兄ちゃん、私のことを冷たい目で見るから嫌だよ。おめえ、もうお前、今すぐにでも、温かい目で見ろ。驚いたな。最低限の意思疎通ができる相手は、俺に対しては、好印象、これ、友好的だったのか。本当か？本当かな？お前、女の子と絡んだことねえだろ。お屋敷のみんなは、気のいい人が多いからね。そうだぞ。私たちのことを、どうでもいいって思ってる人に気づけないんだよ。お兄ちゃんみたいな人にね。そこまで見透かしてるなら言ってやる。お前の見立て通り、俺はわざわざお前たちを助けに来たお人よしじゃない。おい、言うな言うな。そういうの隠しとけばいいんだよ。利害の一致という言葉を知ってるな。互いの利益のために手を貸しているだけだ。日和様はどうしてこの人に頼ったんだろう。え？じゃあお前誰や？お前誰や？そっちのお姉ちゃんの方がよっぽど優しそうな。え、待て。やはり手紙の正体日和様か。なるほど。俺たちをこの屋敷に導いたのはやはり、上白日和なんだな。日和様がどこにもいないの。助けを求めることはわかるのに見つけてあげれない。な、暗いとか言ってたよな。俺もまだ目星をつけることができない。それほどこの屋敷を広くて謎が多いんだ。それにこの屋敷には、あの日に何が起きたのか、それすらも分かってない連中が多すぎる。そうだな、一瞬にしてなんか起こった感じだもんな。そしておそらく、あの日には、俺が求めてる連中の情報が、あの日に隠されているはずなんだ。あー、連中ってことは、このゲンさんはカルト、そのカルトについて調べてるのかもしれないね、もしかしたら。あの日の出来事を追求して、俺が目的を達成するということは、それすなわちお前たちの望みが叶うことじゃないのか？日和様を見つけてくれるってこと？結果的にはそうなるだろうな。そうすることで連中の手がかりが少しでもつかめるなら、俺も協力は惜しまない。協力してくれるな。嫌だな。お兄ちゃんは少し、私たちを殺した人に似てるよ。あはは、めちゃくちゃな言われをしてるな、お前。自分勝手で好きな人のことしか見えてない。楽を貸してあげる。でも一部だけだよ。私、お兄ちゃんのこと信用できないから何も教えてあげないもん。いずれ聞き出してやるさ。おー。なんかこの子大人だな、ちょっと。大人か？そんなことなかったわ。よーし、お楽しみのクローゼット。女の子の服に、の他に綺麗なドレスが入っている。演奏会用の衣装か？随分と種類が多いな。お姉ちゃん、お洋服は好き？あ、びっくりした。今、完全に話通じるかと思ったけど、全然通じなかった。怖かった。今、話ナチュラルに通じたかと思った。普通の服が多いけど、お嬢様って感じの服もあるね。可愛くて綺麗で華やか、みたいな。お揃いの服とか持ってるんだよ。演奏会の前にお母さんが用意してくれるの。へえ、そうなんだ。こういう服可愛いと思うんだけど、私は着れないな。似合わないもん。噛み合ってない話が。絶妙に噛み合ってない。
そんなことない。お姉ちゃん、きっと似合うよ。可愛いと思う。なんなんだ、さっきから。え、なになに、どうしたの？やっぱりお兄ちゃん、嫌い。まあ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 、そんな感じでね。じゃあ、楽譜は、待って、ベッドを調べちゃった。可愛い、お姫様のベッドみたい。可愛いでしょ、お姉ちゃん。このお姫様のベッド、お母さんが買ってくれたの。でも、一人で寝るの寂しいから、お母さんの部屋で一緒に寝たりするよ。可愛いな。え、待て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 。あ、やっぱりこれあれだね。そういえば、シノの手紙で、隣のサオリの方から歌声が聞こえるって言ってたから、これサオリちゃんだね。あー、サオリちゃん可愛いな、お前。クソガキって言われてたけどな、コックには。はいはいはい。で、まあ、こんな感じで、まあ、とりあえず楽行って今回終わるか。え？どうしようかな。どっかにヒントあったか？ちょっとヒントもらいに行こう。まあ、ヒントくれ。いつもの曲じゃ。で？うんうん。一番好きな曲。まあ、これで他の人に聞かないといけないな、じゃあ。歌う。これは見たな。じゃあ、どれだ？まあ、とりあえず山間で行くしかねえか。この中で聞きたいと思う曲はそうだな。悲しみを乗り越えてかな。子供の字でコメントが添えてある。日和様がよく弾かれる曲、日和様にとって大切な曲、これじゃねえじゃん。これ弾いてるとちょっぴり落ち着くんだって。日和様の優しさがすごく伝わってくる。心がざわざわするような素敵な曲。でも私が歌ったら台無しになってしまいそう。そんなことないでしょ。まあ選ぶか。これだ。な、これだよな。お兄ちゃん、ちょっと性格悪いけど、信用できる人だって分かったらお手伝いするよ。あの日何が起きたのかも教えてあげる。え、マジか。めちゃくちゃ教えてほしいんだけど、それが。女性を口説くのは得意じゃないんだがな。おお、女性って言ってる。子供に対して。いずれにせよ、俺に協力した方が身のためだ。脅しじゃねえか、お前。沈黙は損になると分からせてやるさ。うわぁ、こういうドS系の男なんか嫌がられそう。お兄ちゃんってお姉ちゃんにもそんなに冷たくしてるの？その質問に答える義務はないな。はは、こいつらのかま、ちょ、なんだなんだお前。ねえお兄ちゃん。なんだ、話す気になったか？ううん、そうじゃなくて、お姉ちゃんって、お兄ちゃんの妹なの？いや、そういうわけじゃないんじゃないかな。そんな情報は俺が話すと思うか？教えてくれないの？私とお話ししたいのに？はぁ。親戚だ。ちょうど俺の姪になる。あ、姪なんだ。そして今は俺が保護者だ。だから常に俺の目の届くところにいてもらわないと困るんだ。じゃあ、お兄ちゃんじゃなくておじちゃんだったんだね。うわぁ、めちゃくちゃ純粋な目ですごい皮肉言ってくる。俺はまだ若い。その呼び方はやめろ。また後でね、おじちゃん。うわぁ、何度も呼んでくる。はいはい。これは一枚取られましたね。どうしたの？どうした？ゲンさん、あたし気づいちゃったっぽいんだけど、あたしに何か隠してるでしょ。いや、まあそうでしょうね。だってここに来てから様子がおかしいよ。挙動不審っていうか、情緒不安定っていうか、焦ってるってことくらいわかるよ。あたしとゲンさんずっと一緒だったんだから。でも、血のつながった家族は、もう私とゲンさんだけなんだよ。そんな私にも話せないことなの？まあ、いろいろあるんでしょう。隠してる考えがあるとするならば、一人で留守番させた方がよっぽど安全だった、と思っていることだな。え？何言ってるの？意味わかんない。それこそはぐらかしてるだけってことわかるよ。そう思ってるのは本当だ。というか、危ない目にあってるのはゲンさんだけだよ。私は何も見えないし分からないし、ゲンさんについていくだけで、守られてることもちゃんと分かってる。だから、何も危ない目にあってない。そうでしょ？
臆病者だって笑うか。欲しいって言われてるけど。え？俺は見知らぬ子供に見透かされるほど自分勝手で分かりやすい男だからな。俺の目的を秘めるべきか否か、すべて俺の勝手で決めることだ。それはつまり言いたくないってこと？話は終わりだ。さっさと次に。わかったよ、ゲンさん。おお、めちゃくちゃ素直じゃねえか。まあ、こうやってね、鈍感に信じていくっても大変ってか大切だからね。は？私、ゲンさんの探偵助手だから、ゲンさんの右腕になる女だから。このヒカルちゃん の手にかかれば、ゲンさんの秘密も、弱みも、プライバシーなんてのも、何一つ全部暴いてやるんだから。隠し事、一つもできないってこと、教えてあげるんだからね。おー、かわいいな。こういうキャラ、ポジティブなキャラクターも欲しいな。わかった、ゲンさん。ああ、わかった。よし、じゃあこれでお話はおしまい。張り切って、お仕事の続きと行きましょう。うん。そうだな。お、いいね。でも欲しいはちょっと怖いな。これは怖いな。ということで、時間も時間なんで、今回はこのぐらいにしておきたいと思います。どうなるんでしょうね。ということで、この動画が面白いと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも教えてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。実況者は私、チーターでお送りいたしました。さよなら。